シラー・シュトーバレ。シラー・シュトーバレとは、スウェーデン原産のセント・ハウンド犬種である。別名は、シラー・ハウンド。犬種名は、作出者のペール・シラー・ニチマンで付けられた。19世紀に作出された犬種で、ドイツ、スイス、オーストリアなどから輸入した、セント・ハウンド犬種を数種類掛け合わせることによって、作り出された。その他、 イングリッシュフォックスハウンド系の犬も作質に関わったと言われている。主にキタキツネやのウサギを狩るのに用いられた。鋭い嗅覚で獲物を追跡、発見することが仕事であるが、獲物を倒すことはせず、追い詰めて、最終的には、主人が猟銃で仕留めるのが、シラー主刀バレを用いた、狩猟の内容である。原産国で初めて、 ドッグ賞に出場したのは1886年のことで、これをきっかけに、スウェーデン国内で本種が広く知られるようになった。現在原産国では実料犬としてだけでなく、ペットや小ドッグとしてもよく飼育されているが、原産国外ではほぼ無名の存在である。不思議にはまだ公認されていない。養子は典型的なセントハウンドである。混ると、足は長く、 体は筋肉質でよく引き締まっていて均等が取れている。耳は長めの垂れ耳で尾は長く飾り気のない先細りの垂れを。コートはスムースコートだが密度が高くある程度の寒さには耐えられる。毛色はタンブラックやハウンドカラー。ハウンドカラーの犬は全体的にはタン、サドルはブラック腹部や足先などは ホワイトのマーキングが入る、毛色の犬である。体高53から61センチメートル、体重18から25キログラムの大型犬で、性格は従順で安定していて穏やかである。忍耐力があり、子供や他の犬とも仲良くすることができる。しつけの飲み込みや状況判断力も優れているが、運動量は非常に多く、都会での飼育は不向きである。 もちろんたくさん運動させることができれば、そこでも飼育することは可能だが、室内でも自由に動き回れるスペースを確保することと、1日2時間の運動を1から2回行うことが絶対条件である。嗅覚がよく発達していて、物の匂いを追跡することが大好きなので、時にはおもちゃやおやつを隠して探させるといった遊びを行うと、なお良い。 かかりやすい病気は運動のしすぎにより起こる関節疾患などである。ありがとうございます。